信頼学者増でにより、大信交渉学とは、中国信頼に流行した学問の手法、または儒学の主張である。宋代から秋代に流行した宋明理学が哲学的、主弁的、独創的な手法であったのと対照的に、文献学的、言語学的、実証的な手法を取った。漢代の提言らの訓古学の手法を模範としたことから漢学とも呼ばれる。 白木学、考え読んどころ学とも言う。宋代から秋代の儒学、すなわち壮明代学は、独自の思想に基づいて、継承を解釈する学問として発達した。それに対して、新代の交渉学は、独自の思想よりも、文献上の証拠に基づいて実証的に解釈する学問として発達した。交渉学は、儒学だけでなく、史学、地理学、天文歴学、 数学、金石学部、制度史、音楽史、書史学、目録学、交換学、小学なども積極的に扱った。総明理学の持っていた思想性を完全に失ったというわけでもなく、大神のように新たな理の思想を説く交渉学者もいた。儒教信頼も参照民末新書の構想儀や講演部が交渉学の先駆的存在である。 高葬儀の方は、史学や歴学の方面に精通しており、後演部は、経学、史学や文字学に比で厳格な交渉を行った。以後、経学、史学の研究が流星となった。特に、後期、陽性、権流三代の学問奨励策と相符合して、新大中期の権流、下強年間に全盛となった。このことから、前世期の交渉学を、 犬よしみの学という、四個前書の編纂も同じ頃に行われた。犬よしみ学派の代表的な学者としては、縁和歌、恵ぐみむね、仙台大神、段玉祭、王年孫、王院これらが挙げられる。その中で、恵ぐみ宗の系統を暮派、大神の系統を勘派と呼び、交渉学の二大潮流となった。クレ派は、 蘇州を中心とするグループであり、恵み宗により始められ、戦隊金によって体制された。一方、漢派は、安気省出身の孔久氏によって始められ、大臣、段玉祭、王年孫、王陰野の4人によって発展された。このため漢派の主流を、大団に王の学と呼ぶ。呉派と漢派の両派は、節政学派とも総称される。節政学派が、古縁部を始祖として、 音韻学、訓古学、金石学ぶといった言語学的研究や霊学を重視するのに対し、歴史学を重視する高想義を始祖とする説盗学派があり、万角大、万角道、前祖望む、小学誠と小進む観覧がいる。小学誠は、六教見なしの説を唱え、継承研究に、死学的視点をもたらした。寝台中高期には、大中、 元元、小純、流頬南らをはじめとする、主に、洋州府出身の学者たちによって、犬よ義み学派の手法が継承された。新大末期には、提言に代表される、五冠の経学よりも、全冠の経学、とりわけ、供を学ぶに基礎を置く、常習学派が流星となった。新大末期に交渉学は衰退したが、その余波は、有、孫以上、大崎県、 およびその時代の昌平林、粒子、土川、王国医、両慶長といった学者を生んだ。新末の彼らも多様な分野を扱ったが、中でも諸子学を主に扱った。とりわけ、昌平林らの世代は、西洋の未知の思想を受容する際、それらを、モロコの思想に見立てて理解しようとした。なお、昌平林らは、新末の革命運動や、 タ初の学会の中心人物としても知られる。交渉学の歴史は、新大後期の後半、国朝漢学史上記や上記の両慶長の新大学術概論によってまとめられた。特に、両慶長は、ルネサンス、機能法といった西洋の術語を用いて交渉学を説明した。両慶長によれば、新朝交渉学の正統派は、以下のような楽譜を持つ。 両慶長によれば、新代の学者の学問研究は、このような方法と精神は、以下の順序を踏むことで実現することが可能である。およそ近世のあらゆる科学の成立は、すべてこの改定に従ったものであり、新代の交渉化の立説もまた、一つ一つ必ずこの改定を踏んだものとなっている。両慶長によれば、新代後期の動向、皆豊か以降、交渉学は分裂した。 分裂の原因に関しては、学派自体に由来するものと、環境の変化によって促進せられたものとに分かれる。学派に由来するもの、編集環境の変化によって促進せられたもの、編集、そう明らかくにあたっては、相対的に継書の解釈は、第二義的なものとされて、主観的な解釈が主流を成していたと言える状態であった。しかし、信代における言語間の転換とともに、 経書解釈の客観化が追求され、その理念とされたものが、感情の過感根王、流徳の知学態度である、実時給税であった。交渉学は、実時給税を標榜し、経書の言説に即して、儒学の義理を客観的に解釈する方法を追求するものと、自らの立ち位置を公然とした。超大年はこの実時給笛、大臣は、実時給税を基本理念としている理由を、 実事が前にあれば、人は、私が言うぜを教弁として、人はできず、私が言う日を教弁としてこれとはできない。うつるおさむが前にあれば、人は、私が言うぜを別の学説を主張して、人できる上に、私が言う日をまた別の学説でもってこれともできる。と端的に述べている。交渉学は、文献研究の方法として客観的な資料に基づく判断を尊重する。 合理性に根ざし、実証主義的であるとされる。交渉学は、文字、音音訓行主体とした、言語学的な方法論の整備を追求し、言語というものは、真主観的に理解することのできる媒体であるために、学問としての実証性を内に備えることができた。これらを踏まえた上で、先退金は、継承解釈の基礎として、実証主義とは相入れないはずの、儒学に対する、 形上的認識を交渉合理的に行うための前提的な枠組みとしてあらかじめ組み込んでいた。例えば、我々の近代科学と認識するものの根底には、形状学を排斥する実証主義が存在するが、その大前提となるものはニュートンによって与えられた客観世界を時間的質量的に均質な普遍的存在とする科学的な信仰であった。 実証主義にとっては、本来対象に対する認識がいかにして可能となるか、加えて認識の可能となる条件はいかにして整えられるかが問題とされ、そうした上で、初めて客観世界が時間的質量的に均質であることが証明されるべきであったが、その本質的な証明がないままに、ニュートン以後は、それが自然科学的世界観として絶対化された。 ここで重要なことは、ニュートンによって与えられた客観世界が時間的質量的に均質要は、実証主義の背後には、形事上的認識が存在し、この形事上的認識を背景に据えていたからこそ、対象への積極的なアプローチが可能となっていた。つまり、交渉学の実証性に対する、呪学としての形事上学的なものの存在を無視した評価は、 交渉学本来の姿を正しく言い当てるものには、ならず、呪学としての交渉学が、その客観的な軽所解釈の方法論として、訓子音韻の学を包摂することと、刑事上学的な道の承認との間に矛盾はないと、される。まさに刑事上的な道の認識が、呪学としての交渉学の訓子音韻に依拠する実証性を基礎づけていた。戦隊金における、 交渉学の実証性と言われるものは、言語という客観的、合理的ないわば啓蒙主義の申し子のような手段による方法論の整備と客観的な論理の組み立てに損していた。しかし逆説的であるが、それは、形事上的な儒学の道の認識が元にあり、それに支えられていたとされる。日本においては、江戸時代中後期の吉田高村、大田金城、近藤十三、松崎高堂、 カリア・エキサイ、渋江中斎らが交渉学を受容したり近い手法を取ったりした。また、山がそこを、伊藤人斎、小牛空イらの古学派は交渉学を受容したわけではないが、交渉学と同様に朱子学批判を展開した。その他、吉川幸次郎は、江戸時代の国学について交渉学者が扱った経学の日本版のようなものだと説明している。日本では、 明治、中国では、民国期に始まった近代的な中国哲学、研究は、交渉学者や諸子学者が残した文献学上の成果の上に成り立っていた。ありがとうございます。